甲子駅は大阪府泉南郡三崎町大和甲子市にある南海電気鉄道南海本位線の駅。駅番号は NK42。大阪府最南端にある駅で大阪府と和歌山県の府県境に位置しており、一部の一例チケットなど大阪府内のみで利用できるチケットはこの駅までの利用となる。府県境に近く周辺を山に囲まれており、 南海本線の駅の中では最も乗降客が少なく、かつ最も停車本数が少ない。北隣の三崎公園駅とは 4.4km 離れており、南海本線では駅間距離が最も長い。ホームの様子相対式2面2線のホームを持つ地平駅である。駅舎は南波方面ホームの南波駅より2面しており、和歌山市方面ホームへ行く際は、 校内踏切を渡らなければならない。通常は無人となっており、隣の三崎公園駅から遠隔管理されている。トイレは設置されている。2019年時の1日平均乗降人員は115人である。南海本線の駅の中では最も乗降客が少ない。区間急行の停車駅だが、区間急行は日中には運行されておらず日中は、 毎時4本の普通が停車する。朝夕の一部の普通車は、三崎公園始発、終着となるが、同じ三崎公園駅以南でも、和歌山大学前駅には、特急サザンと急行が、木の川駅は、加賀線の列車が止まるので、当駅は、南海本線の駅では最も停車する列車の、本数が少ないことになる。周囲は山に囲まれている。駅舎の前を、 大阪府道752号和歌山阪南線が通りバス停がある。道路を挟んで集落がある。大阪府道752号和歌山阪南線を南に進むと甲子峠。駅から北に約20分歩いた道路沿いに立花の早なりのものと言われる墓がある。ただし、早なりは伊豆国へ流刑の途中に 現在の静岡県浜松市北区三日美町で病没し、三日美町にある立花神社にも早なりのものと言われる墓があるため、甲子駅近くの墓については諸説がある。駅近くの旧三崎町立甲子小学校の校舎を利用した三崎の歴史館が2011年4月にオープンした。町内巡回バス、ミニループバス三崎甲子路線が平日は3.5往復。 土曜休日が2.5往復接続する新秘駅。ありがとうございます。